さんです。よろしくお願いします。拍手。今回のレイという役はどんな立ち位置でしょうか。どんな、はい、どんな仲いい役などはいますか。葵ちゃんと、葵ちゃんという役と、はい、仲良しなんですね。レイに対しては木野さん自身どういった思いを抱いてますか。レイちゃんは、はい、かわいい、すごくいい子なんですけど、はい、いい子なんですけど、うん、ちょっとまっすぐすぎて、はい、危なっかしい感じの子です。なるほど。思いが爆発しちゃうところもありますからね。そうですね、うんうん、そんなレイの役の見どころ、こんなところを見てほしいななんてありますか。見どころ、すごく友達思いを、はい、そんなレイちゃんうんうんうん、友達思いなところですね。これにですね、はい、このホワイトボードをちょっと質問して、はい、これにこの動画を見ている方、はい、劇場に足を運んでくださる方にぜひメッセージを一つお願いします。メッセージを、はい、絵なんか描いちゃってもいいですか。絵なんか描いちゃってもいい。はい、わかりました。お願いします。はい、描けました。それではカメラに向かってババンとお願いします。ババンババン、はい、ぜひぜひ見に来てください。はい、ということですねぜひ、はいはい、まずはやはり見に来ていただきたいですね。そうですね、見ないと、はい、見ていただいたらすごくいいと思います。はい、そうですね、はい、先ほどの話にあったマルキューは渋谷のマルキューですか。そうです。そうですね、そうです。今回の劇場も渋谷のマルキューのすぐ裏って、はい、ということで思い出の地でもありますね。はい、はい、ということでぜひぜひ劇場でお待ちしております。お待ちしております。見に来てね。ということでレイ役木野愛子さんでした。ありがとうございました。はい、劇団松本和美第5回公演結婚の偏差値310愛サポーテッドバイマンション経営大学、今回カーテンコールではこのような素敵なドレス姿をいち早くこちらにてお見せいたします。では皆さん一人ずついくよ。はい、はい、盛り上がってまいりました。はい、みんなでワイワイ、とってもいい空気です。絶賛稽古中、みんなで仲良くやってます。ウェディングドレス着れてテンション上がってます。ドキドキワクワク、絶対見てね。楽しい。おー、誰と誰がカップルになるんでしょうか。頑張りでー、今すぐチケットをゲットしてください。素敵な作品に必ずします。頑張るぞ頑張るぞ。見に来てね。